日本代表が不調の時は安定のセルギオ・エチゴムソウ。必死で向かってくるイラクと、迎え撃つ日本。勢いで完全に負けていたね。相手は必死だった。まるで決勝戦を戦うように、全てを出し切った。日本は、実績で相手を上回っているという気持ちからか、余裕というか、びっくり構えて試合に入った。勘違いだね。アギア・オーラでもないのに横綱相撲を取ろうとして、あまりにも安易な考えだった。同じパターンを100分以上も見ていると、疲れるよ。選手を入れ替えても結局やるサッカーは同じ。森保監督は複数ポジションができる選手を好むので、選手を交代しても中身が一緒だ。二丁も中村も不在。勢いに押されて行き詰まった時に一人で打開できる選手がいないからパス、パスで逃げようとする。これでは2枚ブロックは崩せない。セルジオの意見はあまり好きではないのだが今回は同意する。日本戦にかけたイラクの必死さはひしひしと伝わってきましたよ。日本は全体的になるすぎました。アジアカップ奪還とか言ってる割に監督をはじめ選手たちのほとんどが勝ちにこだわる気迫や執念が全く感じられない。ゆるゆるでしたね。何度も突破を許す右サイド、素人のようなパンチング、フリーで走り込まれる。全体的には戦う気持ちがなく当たり負け。気持ちで負けていた。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。